ちゃんとの生活、赤ちゃんの沐浴、ベビーバス編。こんにちは、町田市保健所保健予防課です。お風呂入るよ。この動画では町田市にお住まいのお父さんと赤ちゃんにご協力をいただいています。ここからは沐浴をしているお父さんにお話をお伺いしながら、私が沐浴のポイントを解説していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず湯船の温度をチェックするところから始めていますね。こちらはリビングですか？はい、今日は撮影用に明るいところで入れてます。ありがとうございます。いつもはどちらで入れているんですか？いつもはお風呂場で入れてます。そうなんですね。はい、お風呂場だとお湯の準備がしやすくていいですよね。お湯の準備や片付けがしやすくて寒すぎない、そして大人の体勢がきつくない場所を探してあげるといいかもしれませんね。はい、お洋服を脱がせていきます。今日はすんなり脱げました。なかなかね、脱がせてくれない時もあると思うんですが、お洋服を脱がす時は体ではなくお洋服を引っ張って脱がせてあげるとスムーズにいくことが多いです。あとね、ちょっと力が入っている時も待ってあげると力が緩んでくるので、そのタイミングを狙ってみてください。なるほど。おむつが汚れていたらこのタイミングで拭いてあげましょう。赤ちゃんを抱き上げます。抱き上げる時は首を支えるというよりも手のひらに赤ちゃんの肩甲骨、背中を乗せてあげて、親指と人差し指で耳の後ろを支えるようにして抱っこしてあげると安定します。もう片方の手はお尻に手のひらを差し込んで、親指を太ももにかけてあげましょう。赤ちゃんの足からゆっくり湯船につけていきます。この時泣きやすいんですよね。ちょっとね、水温でびっくりしたりすることもあるので、一旦お湯に浸かったら落ち着くまで一呼吸してみましょう。この時に大人も体勢を整えると疲れませんよね。なるほど。肌着も一緒に抱きかかえてますね。はい、赤ちゃんが安心するかなと思ってそのまま入れました。沐浴布の代わりですね。では体を洗っていきましょう。体を洗う順番としては、感染しやすいお目目が一番最初、一番最後は一番汚れやすいお尻の穴を最後にしてください。おっと、手が迷いましたね。シャンプーと石鹸が同じ形してるから間違えやすいんですよね。そうですよね。でも間違えても慌てないで大丈夫です。一回湯船の中で手を洗って泡を落としてください。顔を洗っていきます。顔を流すときは湯船ではなく洗面器に取ったお湯を使いましょう。ガーゼを使うとやりやすいですね。そうですね、お湯を含んだガーゼでギュッと絞って流すと流しやすいですね。強くこすると肌荒れの原因になるので気をつけてください。髪の毛の生え際、眉頭、小鼻、口周りは汚れのたまりやすい場所です。指の腹を使ってくるくると洗っていきましょう。目や鼻や口にお湯が入ると赤ちゃんがびっくりしてしまいます。お湯がおでこを伝っていくようにすると目や口を閉じてくれるので、びっくりさせずに済みます。泡を流した後は固く絞ったガーゼで水滴を拭き取ってください。次は頭を洗っていきます。ここでまたシャンプー取っちゃったんですよね。いいですね、湯船につけてますね。シャンプー取ってそのまま洗っても構いません。しっかりお湯で流してからの方が汚れは落ちやすいです。はい、泡を手に取ってくるくると洗っていきます。耳の後ろね、結構汚れが溜まっていたりしますよね。気持ちよさそうですね。いいお顔してますね。よく見てますね。泡をお湯で流していきます。この時もガーゼを使うとやりやすいと思います。
頭はですね表面積が広いので固く絞ったガーゼで水滴を拭いてあげると冷えを防止することができます。首、腕、手を洗っていきます。赤ちゃんの首って結構汚れが溜まってますね。そうなんです。結構皮膚の重なりが大きい場所なので親指と人差し指を V の字にしてこう洗っていくと奥までしっかり洗えます。赤ちゃんの腕は手のひらで包み込むようにくるくると回しながら洗っていきます。脇の下や肘の間、皮膚を広げるようにして洗ってください。手のひらは小指側から大人の親指を入れると控えてくれやすいですよ。ハンドルみたい。手のひらを開けたら泣いちゃいましたね。急に泣き始めたのでびっくりしました。なんとか落ち着かせようとしています。よく顔を見てますね。お湯をかけたら落ち着いてきました。よかったですね。いや、よかったです。立ち直りが難しい、これ以上もうできないなと思ったらこのまま湯船から上がってタオルで拭いて沐浴は今日は終了としても大丈夫です。足を洗っていきます。腕と同じように手のひらでくるくると足先まで洗っていきましょう。湯船の中に入ってしまうんですけれどもこれは気にせず大丈夫です。おしもを洗うときは男の子も女の子も皮膚の間を伸ばすようにして洗っていきます。男の子は陰茎と陰嚢の間、女の子は陰唇の間を指の腹を使って洗っていきます。このとき女の子は特にお尻の穴まで指がいかないように気をつけましょう。背中を洗うときはこのままの体勢で洗っても大丈夫ですが、より見やすいように体勢を変えるのにチャレンジしてみましょう。背中を返すときは手のひらを赤ちゃんの脇の下に滑り込ませ親指を肩にかけます。手首に胸を置いて挟み込むようにして返します。おっと、腕引っ掛けちゃいました。難しいんですよね、つるっといっちゃいそうで。背中返すときはここの端っこに頭をぶつけてしまったり湯船に顔をつけてしまったりなかなか注意するところが多いので事前に練習するのがおすすめです。洗うところは簡単ですね、はい、元の仰向けの体勢に戻すときも両手で挟んで戻していきます。赤ちゃんの体をしっかり倒して仰向けの姿勢に戻すまで手を添えてあげると安定しますよ。焦っちゃいました。では最後はお尻の穴ですね。はい、お尻の穴も傷つきやすいので指の腹を使って洗っていきましょう。はい。お風呂から上がります。お風呂から上がるとき滑りやすいので親指を太ももにかけてゆっくりとタオルのところまで運んであげましょう。タオルの上に寝かせたら押さえ拭きをしていきます。お疲れ様でした。緊張しました。いや、最初からね完璧を目指さなくて大丈夫ですよ。回数を重ねていきましょう。言わずにやっていきます。沐浴の後はお肌が乾燥しやすいので保湿をします。沐浴は大人も赤ちゃんも体力を使います。沐浴をするタイミングは赤ちゃんがお腹がいっぱいだったりお腹が空きすぎていたりあるいは熟睡しているときは避けましょう。大人も疲れているとき、体調の悪いときはお休みをしましょう。また日中のうちで大人の人数が多いときに入れるのも負担を軽くするコツです。最後にお着替えをして終了です。袖口から赤ちゃんの手を通すときは袖の外側から大人の手を入れて赤ちゃんの手を包み込むようにして握ってあげると引っかからないで通せます。これを迎え袖と言います。最初のうちは慣れない動作が続くので大人も赤ちゃんも緊張してしまうかもしれません。緊張をほぐすのにも声かけはとても有効です。
これからお湯に入るよという次の動作を説明する声かけや、ふう気持ちよかったねなど今の状態を表すような声かけをするのがおすすめです。声かけをしていくとだんだんと赤ちゃんの表情も見れるようになっていきますよ。赤ちゃんも大人も楽しく安全に沐浴ができるよう、ぜひご家族で話し合ってみてくださいね。お疲れ様でした。